どうも、三の宿一平です。誰？いや、三の宿一平です。三の宿？あ、今日仮面かぶってない。誰やろ、マジで。あっちの、あっちのチャンネルじゃなかった。どうも、エマイです。はいはい。まあもう動画のタイトル見てもらったらもう分かると思うんですけど、はい、もう今日はもうマジマジマジの動画でやってます。うんうん、マジ誰も見えへんわ。ずっと踏んでんの。ずっと踏んでるわ。ちょ、遠近法っすね。遠近法じゃないの。浮いてることなんだ、お主。キーを抜けて、はい、新しい事務所に所属いたしました。どうですか、新しい事務所。いや、俺らは別にそんなのなんか感じることはないよな。なんか、これっていう。そうなんすよね。まあ、実は、なんでそれ感じることがないかって言ったら、はい、人間って一回幽体離脱してるんですよ。寝てる間に。だから、新しい次元、つまり第7惑星、4D から 5D、6G に変わっていくんですよね。うん。思想強っ。思想強な。はい。まあ、人間はすぐ眠たくなります。知識弱。そして生健忘。生健忘で合ってる？生健忘で合ってる。生健忘って俺5年ぶりぐらいに言いました。久しぶりに言われる。うわ、すげえ。5年って言ったらまあ 5G なんですけど。おい、新たな事務所。おい、お主、お前もやめとけよ、それ。まあ、新しい事務所に所属しますということで、はい、そのキャリオンというね、事務所に所属するんですけど、なんで俺らは変われへんかって言ったら、はい、実はね、前のキーの社長、まあ、辞めてみんながついてったみたいな感じで辞めてるんですけど、はい、まあ、その社長が作った新しい事務所に、まあ、みんなが所属するっていう形になってます。僕以外にも気まぐれクックさんとかブライアン君とかチャンネルガードマンとか、はい、群馬173とか元キーの人間がまあ移動したみたいな感じなんですけど、うんうん、変わりはないっすね。僕らの動画でもこれあげんどいてとか言われたことないんで。言われることないやろ。うん、普通止めなあかんやけどね。俺らの社長が俺より勢いあるから大丈夫だよって。殺せやん。はい。どこがワンピース知らんな、さては。さてはワンピース知らんな。殺せやんって、どこが怖っ。確かに全然ちゃうわ。はい、まあね、まあ五老星って言ったらね、あの 5G なんですよ。つまり始まってくる。 5G しか知らんやろ。なんだ 5G って。 10G やし、この前。いや、10G っすね。急に日本語なる。そこ 10G。 英語知らんやん。ワンピースと英語しないよ。進まんて。まあ、そのキャリオンに、まあ、変わったんですけど、はい、まあ、ちょっとキャリオンのちょっといいところをちょっと宣伝していいですか。あ、やっぱ仲間欲しいんで。結構、これガチなんですけど、100万人登録者の YouTuber、僕声かけたら入るって。言って。お主が声かけることによって誰かが入るっていう。そうなんですよ。え、めっちゃいいやん。え、入るって、内容まあ言ったら入るって言って、まだまだ、多分増えていくと思うんですけど、最大のキャリオンの特徴が、はい、広告収益取ってないんですよ。そうなんですよ。これいくな。事務所、某事務所とか、まあ、20、30が基本なんですよ。はいはい。YouTuber が稼いだ広告収益取んのは嫌っていう人なんですよ。懐のデカさね。そうなんですよ。もう、懐の深さがもうオホーツク海みたいな感じなんですけど、もうほんまに熱い人で。まあもうわかるやん。だってさ、事務所抜けてその人にあんな人間がついていくって、どんだけ熱いとか、もうほんまもうこれじゃないんですよ。うん。ほんまに。これじゃなくてここやねんな。なんで俺別に。普通のこと言うて。あかん。俺も普通のこと言ったら。あかん風潮なってるやん。電話の時や。はい、これだけ言いたいのが、俺はまあ今190万人なんすけど、うんうん、まあこの動画上がる頃にはまあ1000万、2000万いってるかもしれないんですよ。早すぎるやろ、ペース。はい。まあ俺らがその社長の元で働いたんが、はい、登録者7万人の時なんですよ。そうっすね。登録者とかで見てる人じゃない。そうなんですよね。昔から俺ずっと、お世話になって、もうこの人ついていこうと思って、で、新しい事務所立ち上げて、うん、もうぜひね、みんなも入ってほしいと思う。キャリオン。多分途中で、俺らがそのキャリオン抜けることもないし、うん、実際、まあキャリオンに入ってもらったら、俺一応ね、まあそのキャリオンに入ってもらった人間と、全然コラボとかするから、その登録者自分らより低くても全然コラボするし、まあコラボした人もね、
キャリオンに入りたい人も概要欄コメント欄にそのキャリオンが載ってるんで、はい、まあ、そこに連絡してもらったらね、簡単に繋がれると思うんで、はい、ぜひね YouTuber の方してみてください。してください。特訓、特訓 TV、 特訓してる？してるしてる。一回モノマネして。はーい、特訓だよ。手長ダルのモノマネ。お主は知ってる？いや、僕は知ってますよ。聖者種知ってるよな。なんかオロチマルモノマネしてる。あ、そういう人、トックンって言うん。うん。あ、はい、止めろ。これもちょっと余韻なんですけど。余談やろ？今さっき、1時間前に、ストライク1個入りましたね。僕らのチャンネル。今のタイミングで言う。はい。知らんかったでしょ？知らんかった。はい。1個入りました。何の動画？エメイクの電話番号を持ってた、トラック。あれで入った。なんでなんか。なんでどの子都合違反も教えてない。嫌じゃないっていうことだけ言ってもらっていいですか。多分嫌がってると思ってるんで、多分 YouTube 側がそのいじめちゃうかと思ってるんで、嫌じゃないっていうことだけ言ってもらっていいですか。いじめではありません。まずこれだけは大前提でね、はい、まあ一応俺ら何されてもお互いその文句を言わへんっていう了承でこのエンターテインメントやってるんで、はい、ストライク入れないでください。はい、お主も頑張ってるんだよ。そうなんですよね。結局その俺が思ってんのは顔ちゃうかなと思うんで。なんでやねん。エメの顔がずっと映ってる形になったやん、はい、あの動画。今までずっと映ってるよ。だからそれちょっときついやなっていう実際。そして、はい、なんとここで一番の重大発表、 LINE のプレミア会員が再開しまーす。これやね、これ待ってたから。事務所変わってちゃんと所属して、はい、LINE がまたできるようになってるんで、あのね、誰も抜けてなかったんですよ。すごない？すっごい。やっぱね、ほんまね、チャンネルガードマンのファンは、もう、こうで繋がってるよっていう。もう、俺らで一つなって、もう、お主と俺と、ファン。はい、あと、お主って何なの？まあ、ラインプレミアム、まあ、再開したということで、喜んでないマイク、大丈夫かなって、まあ、心配があってるんですけど、楽しみですね、今後。お尻とか、まあ、残ってるでしょ。お尻は、後遺症残ってます。黒くなってるらしいんですよ。焼けてる。だから、俺、それ言ってるんですよ。そういう傷を、タトゥーにして、遊ぶみたいな、風船にして、プーさんつけたいんですよ、タトゥーで。おるけど、嫌じゃん。丸い、焼けどの後を、蜂蜜の箱にして、プーさん置いたいんですよ。一緒じゃん、もう。一緒やで。プーさん。プーさんしか言えへんやん。プーさん嫌いっすか？嫌いじゃん。ほんますか？プーさんなんか嫌いじゃん。あんな白い生き物。プーさん知らん。チャンネル登録してもらえれば、はい、20円僕は募金したいと思います。ぜひ皆さん、チャンネル登録お願いします。お願いします。